負けたよ、あんたかすめた。今、チーンですよ、これ。よおはようございます。おはようございます。おはようございます。3月の第1週、トヨタバスリューということで。花粉やばくないですか？僕は花粉症持ってないで大丈夫です。お二方、大変そうですね。もう、薬飲むの忘れて、今日は、ヒロさんに、操船をお願いするということで。船長、お願いします。ここでやるんですね。薬持ってないんですか？春ですね。そうですね。水温もだいぶ上がってきたみたいなんで、部長と私は未だ初バスは通定でないので、もういい加減釣りましょう。わかりました。じゃあ春バスを求めてストロングですね。もちろんそれ以外ないです。わかりました。で、伊予さん、あの船がまさかのフェンウィック号になってますけど、ほんの一手だけ、すげえ多いよね。ティムコ仕様になってるよ。ティムコ仕様。サイトマスターフェンウィックティムコ、新艇についにラッピングされてる、ラッピング、ステッカーチューンのボートが豊洲さんに入りました。3月第1週春バスを求めて一本入れましょう。船長頼みます。水温 7.9 度ですね。魚取ってきた。ニジマスっぽい。これあれじゃね、ティッシュより鼻の中芋突っ込んだ方が良くないですか？いやいや、カバースキャットいいじゃないですか。あ、ヘビーブーブあるよ。いや、だからそんなでねえの入んないでしょ、これ。お、負けたよ、あんたかすめた。今チーンですよ、これ。チーン。釣りした時間に1時間。いや、そんな短くないと思うけど。2時間ぐらいしかしてないですよ。でも釣りした時間が2時間だとしたら、鼻かんでた時間は3時間はあるそうですね。あとぼーっとしてた。まあ確かに今日は風がすごく強くて、花粉もめっちゃ飛んでましたからね。いや、皆さん、もう3月入って風強い日はきちんと花粉対策しましょう。そうですね、釣りにならないですね、はい、対策全く釣りにならなかったです。一個だけ言わせてほしい。どうぞ。めっちゃ花粉対策をしてきたが、これ無理でした。僕は薬飲まなかったらこのざまです。なるほど。なんで皆さん、花粉症の方はきちんと花粉対策してバス釣りに挑みましょうということで、これで3月第1週豊洲バス釣り部完ということで。